視聴ありがとうございます。薬剣屋の花澤です。お待たせしました。駅店での予約受付を開始いたしました。現在ウェブ予約ができるようになっております。5月中はもう予約をたくさんいただいてまして埋まっておりまして、駅店の方では休みっていう風にさせていただいてるんですが、まあ、営業はしてるんですが、まあ、受付できないのでお休みという風にさせていただきました。それに伴いまして、レゼルバの方の受付は停止いたします。まあ、いきなりは停止しないで、ちょっと5月いっぱいはレゼルバの方でも予約を受付できる状態にするんですけれども、まあ、そのぐらいをめどに、レゼルバの方は公開しない形にしまして、ウェブ予約をする場合は駅店の方からお願いしますというふうにさせていただくつもりです。予約に関しまして、何かわからない点ですとかご意見ご要望などありましたら、メールですとか、まあ、コメント欄でも構いません。お電話の方は、まあ、以前にもお伝えしたことがあるかと思うんですが、基本的にあまり出られません。営業時間外ですとか接客、施術中、接客中に関しましては、電話を出ないことにしております。というのも対応しきれません。もう時間外までっていうことになってしまうと、こう朝から夜までどんどんかかってくるっていうことにもなりますし、もう電話ですと言った言わない、聞いた聞かないみたいな情報が不確かになってしまうので、あとやはりこうお客様だけではない、業者からの電話とかも増えてしまったりとか、電話は緊急連絡用に残してあるような感じです。お問い合わせですとかご予約に関してはなるべくウェブをご利用いただきますようお願いいたします。とりあえず、ご報告でした。リラック屋に関する情報はまた動画、ブログなどで配信していきますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。